よし、食った、ちょっと。よし、食った。よし、ちょっといいんじゃないか。こんにちは、高橋雄介です。今回は東北河川西井バスを狙いにやってきました。そして今回使用するラインこちらです。バリバスからいよいよ出るアバニシーバスマックスパワー PX9、こちら僕の中では大型スズキ対応ライン、なんといっても特徴は伸縮性、伸びの少なさ、低振動っていうところですね。この低振動によってルアーの操作性、大型スズキの潜むタイト、非常にね狭いスポットにルアーを操作する、高い操作性プラス、そんな際どいところでかけてそこから引き剥がす、強さ、あとは、大型スズキのね硬い口にフッキングする、やっぱそこも伸縮性の少なさが非常に有利に生きてきます。まあね、かなりね、そんな際どい攻防を制することのできるラインだと思います。今回はそんな X9 を使って、シーバス沖のね頑張って狙っていきたいと思います。すべてのねリールにこの X9 を巻いてきました。かっこいいでしょ。ホワイトをベースに、パープルのマーキング。さあこちらの X9 を使って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。一箇所目始めていきたいと思います。ということで干潮、1時間前ですね、まもなく干潮というところで、まあ、ギリギリポイント到着できたので、まあ、どんくらい酒の残りが、流れの残りが、ね、あるか分かんないんですけど、とりあえずサーチしていきたいと思います。先発シャルダスの25メタルシャルダスですね。これでいきます。まあ、風もね下げ方向の風結構強く吹いててルアーが飛ばないんだけど、まあまあ流れと喧嘩するよりはいいでしょう。さあ東北河川全体的に6月後半下旬ですね、どこもちょっと渇水気味で、あんまりなんかどこも絶好調と言えない状況で、まあ、ただここはねまだ宮城は普通に太平洋側で潮が動くんで、まだ雨が降ってなくてもそれなりに可能性はあるんじゃないかなと思って来ました。さあ下げ残り少ないけどその間に釣りたいけど、焦らず丁寧に巻く。意外とブレードって一番食う巻き速度っていうのが自分の中にもあって、やっぱあんまり早くブレードがね、ま、回りすぎるとなんか少しシーバスは嫌がるというか食うのためらうような感じが僕的にはありますね。まあ高活性だったらねそういう釣り方もあるんですけど、ちなみに、まあ、リールの巻き速度でいうとこれはイグジストの 4000XH なんで一回転99ですね。で今流れが緩くてこんぐらいの速度がいいかなと思って巻いてます。もうちょい飛ばしてみます。メタルシャルダスの 35g。さあ潮が変わりました。メダル感じる水がとてもあったかい。沖の水は全然まだ上滑ってるんですけど、多分ボトム付近は上げてきてると思います。さあこのタイミングどうだ、一つ地合いが来ないかな。川が良くない時は大体こういう上げ始めがいいことがよくあるんですよね。ちょっと矛盾してますけどね言ってること。川の中の調子が悪いときはやっぱこういう上げ始め、海の潮が入るとき
特に海系のベイト食ってる時は揚げの方がやっぱいいですね。反応ないですね。ノーバイトです。ちょっと移動してみましょうか。塩は揚げに変わったんですけど、まあ今ねここ結構下流エリアなんで、少し上流見てそっちはどうかなっていう。いや、何かしらちょっとぐらい反応あるかと思いましたけど、ショックです。さあでも始まったばっかりです。移動しましょう。上流の方が魚いいのかな。おすごい、何これ、ハク全員逃げてった。さあでも現地の人がねいっぱいいるってことはチャンスってことですね。しかもこんだけやってればね、誰か釣れたとかも分かるんで、とりあえず魚いるいないが分かるっていうのは遠征組にとってはプラス。さあ頑張りましょう。ということでやっていきましょう。シャルダスの20、加工ではねメタル飛距離欲しかったんでメタルシャルダス使ったんですけど、ここはちょっと初めてなんですけど割と浅そうなので、プラスチック ABS 素材のシャルダスでいきます。まあね、来る時も話したように先行者というか地元なのかな、あんだけ大人数でいるからどうなんだろう遠征。でもまあ車もねすれ違ったりで人はそれなりにいるのでいいんじゃないかという。深い 4、5メーターぐらい、4メーターぐらいあるな。いいね、魚が回ってきそう。2メーターぐらいを普通に中層を巻いてれば、回遊当たれば食いそうですけどね。とにかくキューピカス、おっ、どっち血を沿った。うわ、やっちゃったー、マジかよ。ボイルを引き起こしましたよし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 、プラスに考えよう。やったね、高菜はいたよ。でもまあ無理だったね。ねえ、ついてきてたんだね。いやでも群れ回ってないかな。さあ来い。ルアーとレンジは間違ってない。今一回でも沈めたからな、ちょっと迷っちゃうな。水深測るために沈めたんですけど、どの位置からついてきてたんだろう。いい勢いだったからね、多分ついてきてついてきて、最後水面にイルカが出る瞬間、あれは最後までしっかり負けってことですね。ここここはい、ブロン 125F3 マジか。ん？なんか可愛いけどね。なにこれ、なにこれ、なにこれ。え？待って。サイズ感がすごい可愛い。けどジャーキングだから絶対食ってきてますよ。よっしゃ。すんごいかかり方しちゃって、サイズが変わんないから、テールからしっかりついばんでるんだけど、最終的にすごいかかり方しちゃったから超かわいいサイズだけど反応してくれましたね。かわいそうだから取ってあげよう。このサイズか。ジョルティに上バッコン出てきたやつはもう少し良さそうでしたけどね。可愛い子ちゃんもいるんですね。でも今まで反応してなかったんで、ジャーキング頑
まあこれだけじゃなんとも言えないですけども、一等でしたね、一等。さあ、よし、ごめんよ、大きくなって。さあ、ジャイキングで反応を取れるってことが分かりましたね。サイズアップ狙ってもうちょいやりましょうか。この X9 非常にこうジャーキングやりやすいですね。操作する強く弾く系の釣り、もともとというか最初ね、ジギングモデルとか、あとイカメタル、まあ、そういったねルアーを動かしていく釣りだったり、感度を取っていく釣り、まあ、やっぱ伸びが少ないんでそういうのにね非常に有効なんですけど、このジャーキングも行ったら一瞬強く入力してルアーを動かしてあげる釣りなんで、その伸びの少なさ、操作性の高さはジャーキングにも向いてますね。非常にルアーを今弾いて押したって瞬間にすぐスラック抜いて、スラック作って糸緩めてあげてね、そうすると綺麗に飛ぶんで、やっぱこの一瞬張るっていうのがジャーキングやっぱ大事なんで、ずっと張り付けちゃうとただのストップアンドゴーになっちゃうんで、そうするといまいちシーバスの反応良くないんで、先行者さんいなくなったんで自由に。おお、また来た。おお、手前。ちょっと3センチサイズアップ。あ、5センチサイズアップしてるじゃないか。あ、もうちょいサイズアップしてるね。うん、5センチはサイズアップしたよ。ジャーキング変えた途端だね、マジで。さすがすげえわ。おお、ちっちゃいトランディングが難しい。よっしゃ。とりあえずでも魚の引きがこのめちゃくちゃ天気のいい中味わえて最高です。これ125。そう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 、反応は取れてますね。あとはサイズが上がるか、それはちょっとわかんないですけど、もうちょいやりましょう。すげえ不思議な感触する。上の流れは真水だから滑ってるけど、下の海水は上げてるから時々すんごい変に抜ける感触が。いわゆる塩水くさび、ちょうど多分そのラインあたりを弱してるんだと思う。はい、ということで揚げだいぶやりましたが、まあ、いまいち、まあ、生後のね反応だけでしたね。いやー、まあちょっと下流上流両方見て、まあ、そんな甘くないということが分かりましたね。結構丁寧に釣りしないと魚出せなそうなんで、まあひとまずちょっとねご飯食べて、で夜はどうかな、ほとんど動かないんでやるかどうか分かんないんですけど、まあ期待はどっちかといったら明日、今日できなかった下げの午前中の塩をちょっと頑張りたいなと思います。とりあえず一旦ここは終了です。ポイント移動してきました。ですね、河川を変えてみました。先ほどいた河川は、まあ、調子良くはない、別に最悪ではないですけど、まあ、他に調子いいところがあればなと思って思い切って変えてみました。とりあえず今ユーマ詰め、もう暗くなる寸前なんですけど、やってみたいと思います。先発はブローインの125。これ初めてやるポイントなんで、何も右も左も分からないんですけど、とりあえずフローティング見ろから始めてみます。
今立ってるところはね、あ、ボトムつく。え、どうなってんの。フルキャスト先でボトムつくよ。手前入ってくる瞬間が一番深かったっていうオチだね。うわ、ここウェディングできるじゃんってテンション上がって、やばいポイントかもっつったら、まさかの、まさかの渡れるんじゃないか。この先ちょっと深くなるんじゃない？なりません。あ、ほら普段水ありません、絶対ここ。じゃあちょっと水増えてんだ。おはようございます。朝です。ということで今日は朝まずめの作業からやっていきたいと思います。加工エリアですね。とりあえず入ってみました。まずシャルダス20からとりあえず始めてみようかなと思います。さあ何で食ってくるか謎。何が当たるんだろう。こういうブレードなのか、ワームなのか、バイブレーションなのか、ジャークなのか。さあ潮位的には満潮ですけど、もうだいぶ下げてますね。まあ、とりあえずね、河口の狭まったエリア、まあ、シーバスの一級ポイントですね。魚がよく通るエリアなんで、まあ粘ってみようかな。無理やり口使わせていく感じじゃないとなかなか食わなそう。プロ125。さあ、ノーバイト。朝2時間弱ぐらいかなやりましたが、何もないんで、ちょっと下流望みが今のところないですね。ちょっと中上流この後探っていきたいと思います。さあ移動してきました。上流ですね。もう関に近いエリアにやってきました。でここはね、関から 200m 釣り禁止なんで、それだけしっかり守って釣りをしたいと思います。ぜひ皆さんも釣りされる際はそこは絶対に守ってくださいということで、さあ何から行こう。でね、どこだ、見てほしい、そこ見てください、見てください。関なのにイワシが打ち上がってるっていうね。まあ、さっき下流入ってても何回か多分言ってたと思うんですけど、本当に塩分濃度が高い、すごいベタベタだったんですよね。やっぱ雨が降ってなくて、かなりね、もうほぼほぼ海、川ですけど海みたいな感じになっちゃってて、なのでイワシも上がって、まあ、逆にそのイワシが抜けないような状況になってるんじゃないかなと思います。これが雨が降れば、まあ、もちろんね、あのイワシは落ちて何らか他のチャンスもあるけど、これはこれで活水なりのチャンスじゃないかなと思います。メタシャの 25g、 とりあえずこれ飛ばしてイワシベイトだったらブレードが強いでしょうということでやってみます。飛距離欲しいんで、これとガイドに吹くとマジでこれ飛距離変わりますから。下流に人がいないことを確認してからやってくださいね。あとはこのバットガイドのここにも結構糸が当たるんで、ここに、いや本当は多分乾かした方がいいけど、ちょっと乾燥させましょう。さあ時々ねピシャピシャ跳ねてるんですよね。ようやく見つけた感があるぞこれ。
わあ、どっち？乗らない？マジ？ああ、ボラもいっぱいいるね。跳ねたね。シャルダス14、今メタルの方のシャルダスだったんですけど、 ABS もう少し丁寧にゆっくりで、表層ちょっとパチャパチャしてるんで表層付近を丁寧に。多分巻き速度が半分ぐらいになるんで、これで反応が変わるか。レンジもねだいぶ上がります。なんかねちょっとショートバイト気味でいまいち乗り切らない感じがあるんで、これでどうでしょう。ノーマルのシャルダス20よりコンパクトなんですけど、その分ね、なんていうんですか、比重は重量はもちろん軽くなってるんですけど、浮力に対しては重くなってるんで、多少レンジは20よりちょい上です。なんでこういうおかっぱり、少し足場が高いようなポイントだったり、1枚入れたいなっていう時に強いですね。よし、食った、きっと。よっしゃー、シャルダス14。よし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 、食った。浮遊感の方ゆっくり巻きで、おお、こっち来ちゃうな。よし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 、危ね。あ、大丈夫だ、いい食い方、がっぽり。14で速攻答え来たな。迷ってたけど、飛ばすか浮遊感取るかで。わーうい、危ない。うわー、もうちょい行ける。まだか。でもまあいい食い方よ。よし、ほい、よし、行ったー。いやー、遠かったな、長かったけど、綺麗だ、綺麗なシーバスだ。これはちょっと泡にまみれちゃったけど、シルバーのめちゃめちゃいい魚だよ。おっしゃ、来たー、デイシーバス。いやー、60ぐらいかな、とりあえず。いやー、スズキサイズが見れました。ルアーはシャルダス14、回転数透明。ちょっとね、飛距離か浮遊感か迷ってたんですけど、やっぱね、メタシャだとなんか乗り切らないなというバイトが何回かあったんですけど、一発で今度乗りました。来たぜ。いた。よし、バイバイ。いやー、気持ちいいバイトでした。X9 特有の本当に低振動なんで、まあルアーの重みもよくわかるんですけど、まあ、何よりねバイトがしっかり伝わってくるんですよね。気持ちいい、いいバイトでしたよ。とりあえずやりました。よし、シャルダス14、ちょっとカラー変えてキラキラシラス。立ち位置もちょっと下流の方にずれてきました。ちょっとじれったいけど、ゆっくりめにしっかり見せてあげる。惜しかった。よしよしよし、やっぱ14だね。変わった瞬間一瞬だよ。おお、強い。おお、ちょっとさっきよりはサイズダウンだけど、シャルダス、しかもプラスチックの方ですね、今日は14。よいしょ、おいでおいで。おお、まだ、おお、まだ行く。よし、来たー、レッドイン。よし、おお、危ねえ。入った瞬間取れた。やりました。これも綺麗だわ。
はい、来ました。再びシャルダス14、これが合ってるんでしょうね。スピード域だいぶね、メタルシャルダスが出て少し影が薄くなったというか、メタルシャルダスのねカバー範囲も広いんであれでしたけど、今日はメタルじゃなくてプラグでね、しっかり見せてゆっくりやってあげる絶妙なこの14がハマってます。やりました。おおバイバーイ。いや最高、不思議だね。意外と絶妙な感じですね。ラインもね、直線強度やっぱこの X9 強いんで、強気のファイト、まあ、今もねかなり遠くでかかったんですけど、それをしっかりフッキングする伸びのなさ、これはねやっぱりここがね切れちゃうかもとか、あとは強く泡フッキングが入れられなかったり、入れてるつもりでも入れきれてなかったりするとどうしてもバレちゃったりするので、そこをね自信持ってしっかりフッキングからファイトできる、もうまさにやっぱ魚とね自分をつないでくれる生命線なんで、ここ信頼できるものじゃないとシーバス3満足してできないんで、いいですね X9 も。シャルダス20にしたらもっと釣れんのかな、もっと上にしたらどうなんだろう。今もうほぼ着底してブレードが馴染んで回転したなっていう瞬間に食ったんで、飛距離は結構大事なんですよね。シャルダス20の方が重いんだけど、こっちの方がね14の方がコンパクトなんで、もしかしたらもうちょいさらに上引いたら、そしてもっとゆっくり引いたらどうなるんだろう。そこで20にしてみます。シャルダス20、さらに浮遊感持たせてやってみます。よし、食った。おお、よし、ちょっといいんじゃないか。遠い、やっぱ着水巻き始め、20。よし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 、サイズはどうだ。さあ、シャルダス20できました。着水すぐです。姿勢作った瞬間、そっちにネットがあるから下がりましょう。よし、最大。よし、最大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 。よし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 。しかもかかりもよかったね。頼むぞ。元気、でもまあいいね。よっしゃ、入った。よっしゃ、とりあえず最大今回。よしよしよし、70ぐらいはあるんじゃない。いやー来た、いいバイトでした。これも超遠距離、巻き始めすぐガッツンってね、まあしっかり明確なバイト伝わって、そっからいい合わせが入りました。よっしゃ、来ました。これは70アップ、いいサイズです。いや、これでゲームで釣れれば最高ですね。これも遠いところしっかり飛ばして、で遠くのフッキングでね、もうやっぱシバスって合わせた瞬間イライラするんで、そこでね刺さってるか刺さってないかで取れる率がねかなり変わってくるんで、やっぱあのファーストフッキング、そこでしっかり決められる、それ強みですね、この X9 の。 いいシーバスですね。巡り合えました、ようやく。よし、いけるか、大丈夫だろ。はい、バイバイ。よっしゃー、うわー、最高ですね。いやどうなるかと思ったけど、前半やっぱ諦めないとどっかでありますね。いや楽しいデイゲームでしたね。まあ、まだね夕まずめもあるんですけど、
まだねちょっと釣れそうな感じあるけど、夜は夜でちょっと狙ってるポイントあるんで、そっちもね頑張りたいんで、ここは一旦この場所は一旦終了して一回ご飯食べて次に備えたいと思います。とりあえず最高に楽しかったです。移動してきました。夕間詰めからこれから暗くなるタイミングですね。さあ、まあ、少し下流に移動してきて、川のアウトサイドですね、流れが当たる部分をこれからやっていきたいと思います。先発はまあとりあえず、ブルーイン 110S。 ここはね足元から結構深いんで、まあ、こういうジャーキングでため作りながらちょっと釣っていこうかなと。さっき浅い方に向かって引いてくるならそれがね食わせとなるんですけど、深い方に引いてくるんで、とりあえずこういうためを効かせた狙いで食ってこないかなというところです。この X9 の号数のラインナップなんですけれども、0.85 から 1.55 まで0.8、1.5、1.2、1.5 とラインナップされてます。なので大体のシーバシーンには対応できるんじゃないかなという。で今回は、飛距離も必要だし、かつちょっと大きい魚も狙っていきたいというところで1号を終始使ってます。通常のねラインより直線強度も強いので、やっぱり太陽型狙う時には安心して使えるラインですね。なんといってもやっぱ、低振動伸びが非常に少ないので、これがね一番の僕の中でこの X9 の特徴だと思います。真ん中にね1本芯が入ってて、そこを8本で編んでる糸なの で、その編み方もクロスより多少角度をつけてるんですよね。ちょっと説明するの難しいんですけど、よりね縦向きに編んでるんで伸びが少ない。この伸びの少なさはね本当に使えば一発で分かると思います。で低振動ってことは、まあ、今日ねお昼も言ったけどやっぱフッキングが決まりやすいのと、まあ、際どいところでかけた時に引き上がせるというところで、やっぱどうしてもねちょっと伸びちゃって頭が一瞬向かれちゃうとかもあるかもしれないんですけど、そこをね思いっきり頭を向かせてこっちに寄せられるのと、あとはルアーの操作性も高いですね。ジャーキングもそうだし、あとはボトムの釣りとかバイブレーションワームを地形変化に沿って舐めるように効いてくるような時、そういう時でも、あ、今ボトム当たったっていうのがすぐ分かるんで、その本当にコンマ何秒一瞬の違いなんですけど、それでギリギリ回避できる。やっぱそこをね回避できるかどうかによって魚釣れる釣れないはそういうタイトな釣りでは大きく変わるんで、そういう操作系の釣りでも非常に有効だと思います。なので張りがあるね糸なんで X9 は基本的にはそういう少し重めだったり大きめ引き抵抗の強めのルアーを扱うのに適していると思います。で反対に今出てるマックスパワーの X8、 シーバスマックスパワーの X8 はよりこの X9 よりしなやかなんで、ちっちゃいルアー軽いルアーを繊細に扱いたい時、そういう時には非常に向いてますね。なので2つね一長一短あるんで、この2つをご自身の合うスタイルフィールド、あとはねやっぱ季節によっても大きく使うルアーって変わってくると思うんで、まあ、そこ2つ使い分ければこの X9 と X8 を使い分けていただければ基本的にほとんどのシーバシーンには対応できるんじゃないかなと思います。
ってんだろうな。ボラなのかイワシなのか。シャルカス20。よっしゃー、来た、俺。よっしゃー、シャルカスだね、やっぱ。一瞬引っかかったぞ。あんまり出すぎると危ない。おお、あー、ここ、やばい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 、なんかあるんだ、ここに。なんかあるな。セーフ。よいしょ。ダメダメダメ。ダメダメ。よし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 。強っ、マジで。本当に元気。よっしゃ、ほら、最高。シャルドス20。ブリッブリっすね、これも。いや、気持ちいいバイトでしたよ。X9。本当に気持ちいいバイト出る。それだけで使う価値あるね。ドンって。めちゃくちゃ明確。よっしゃ、これね。表現しづらいけど、めちゃくちゃ硬いの、このシーバス。マッチョ、筋肉質。さあ、入れします。よいしょ、やっと。ういよっしゃ、ユーマ詰め、まあ、暗くなってから本目かなと思ったけど、その前に釣れてめちゃめちゃ嬉しいです。なんかやっぱ上ですね。一辺倒になっちゃうけど、明るい時間帯シャルダスが強いです。いや、しかもいいバイトなんですよ。やっぱブレードってね、こうやって回るんで糸張るルアーなんで、それプラスね、 X9 の低振動、今も割と沖のね、フルキャストというかサイドキャストで必死に飛ばした先すぐ釣れたんですけど、ドンってきて、ちょっと即合わせせず一瞬しっかり待って、そこからグッと合わせました。いや、気持ち一本でした。お疲れ様でした。2日間やりきりましたね。まあちょっとね、状況が雨が少なくて、まあちょっとね、川が海化しているような状態で、魚がね、海みたいに固まっているところだったり、さっぱりないところがあって、まあ、苦しい場面だったり、まあでもね、固まってる場所を見つけて連発できる場面だったりっていうところもあって、まあただしやっぱその一瞬釣れる瞬間を信頼できるライン、まあ今回 X9 使いましたが、かかってそこをね、思いっきり信頼してファイトすることができました。このね、まあバリバス糸全部そうですけど、この X9 もね、新たに信頼できるラインの一つとして発売されますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。ということで、今回も皆様ご視聴ありがとうございました。